えどうも皆さん、こんにちは、河川です。あ、やべえ、あ、あ、あ、え、あ、え、何何え、はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。はじめましての方は、はじめまして、<laughs> 俺です。今回はですね、今、ハードコアのヌークタウンが <laughs> 来ておりまして <laughs>、ちょっとストライフで、 えー、キールコンファームでちょっとヘッドショットの方を稼いでいこうかなと思いますなかなかねこういう動画ね上げたことないんですけども私これちょっとたまにはいいかなと思ってヘッド今当たってるよね判定厳しくないかお前ピスタチオでも飛ばしていったお前ピスタチオでも飛ばしてんのかお前なんだこれ今回はですねちょっと皆さんに、まあ、ブラックオプス4にまつわるちょっと質問をですねしようかなと 思ってる思ってるやったな。よし。えー、まぁ、あ、Call of d u t ブラックオプスフォ4に、かつある、皆さん、えー、かつわる、かつわる、まほしお、おまま。<laughs> あ酔っ払ってないんで、大丈夫です。今日は Call of d ー t y b l a c プスフォ4にまつわる、ちょっとですね、お話、ご質問をしたいんですけども、皆さん、普段、何飲んでますちょっとこれ、本当に、 本当に純粋な素朴な疑問なんですけど皆さん何飲んでますまあ水まあお茶まあ分かるんですけど最近僕水をですね、まあ、よく飲むものいくつかあるんですけどまあ水を飲むんですよ意外にもまあちょっとご想像できなかったかもしれないですけど 意外と水を飲むんですよねすぐたまるねこれでこの水なんですけど本当に最近本当に最近今までね一切そんなこと思わなかったんですけどなんか水が臭いんですよねあの、水道水の話です水道水いつも飲んでるわけじゃないんですよただ歯磨く時とか口に入れて思うんですけど最近水臭くね 俺だけいやなんかね、僕もともと大阪に住んでて、まあ、2年ほど前に東京に、お前邪魔だわ。東京に、熱いわ、お前。東京に、引っ越してきたんだけどー引っ越してきたんじゃけどよー危ねえなんだこれはなんだこれはえぇ、ー、なんだこれ、うんしか味方か。チームリンクだわ 水がなんかななんだろう東京来て2年、まあ、この家に引っ越してきたのはだいたい4か,3か4ヶ月前ぐらいう引っ越して当としう思わなかったんですけど水が臭えんだよ腐ったもんなななんなんだろう大阪ってなんで大阪の話出したかっていうと大阪ってすっ早くない早くない早くない今回はえお前水 え終わりですね、今回は。まあ、大阪って、なんか水ちょくせえんすよ。くせ、くさ、くさかったんですよ、なんか。汚水みたいな。で <laughs> もなんか、橋本市長かななんかがなんか、大阪をベネツィアにするわ、みたいな。<laughs> 水の都にするわ、みたいなことを言い出したんですけど、ちょっと、この話の続きうるさいんでやめときますわ。それでは。